ちょっと最近こうやってやっちゃう癖つきそう。怖い、強制しないと。今やっと家に帰ってきた、スーパーに行ってお買い物をしていました。はぁ、主婦で草。気づいた人もおるかもしれんけどさ、めちゃくちゃ鼻声やん。風邪薬飲んだらめちゃくちゃ胃が荒れて、なんかこれ買いました。セルベールみたいなやつ。胃もたれ食べ過ぎに効くっていう。全然食べ過ぎじゃないんだけど、なんか薬剤師の人がいて、薬剤師の方に、すみません、風邪薬。粉末タイプじゃん。絶対まずいだろ。やっぱ、マジで。やっぱ。でさ、これせ、風邪薬を飲んで胃が荒れたんですけど、何飲んだいんですかって言ったら、なんかこの、イルベール、セルベルみたいなやつをおすすめされた。でもこのなんか、イルベール、セルベルみたいなやつさ、年齢層、多分飲む年齢層がすごい上の方なんじゃないかなと思って、まあいいや、別に。私の世代も飲んでる人いるかもしれないから、あんまり悪く言わないでおこうと思います。で、今日スーパーに行って、ビタミン炭酸マッチ買いました。なんか顔大丈夫？ビタミン炭酸マッチ買いました。なんか飲みたかったけん。これ、購入品紹介じゃなくて、普通に、今から夜ご飯食べ、今からっていう質問はもういい。12時半にご飯食べに行けばじゃ太っちゃうよみたいな。余計のお世話だよ。もう太ってんだよ。太ってんの。これ以上上のステージはねえから、今の自分の体型よりの上のステージはねえから安心しろ。言うなよ。で、絶対使わんのに爪楊枝買った。私なんか爪楊枝こうやってやったりすることないんですよ。そうだけど買ったなんかかっこいいから。何も面白くない、ごめん。とりあえず今日アンケート取った肉じゃがが5票で、チキン南蛮19票で、肉じゃがの方が圧倒的勝利だったので肉じゃがを買いました。そんなアンケート取ってないんですけど、とりあえず肉じゃがを食べる。はー、夢心地何しろ夢心地って何なの。相変わらずうるせえんだが、あれ私ストレス溜まるわ。じゃーん。なんかね、最近なんかお仕事をしな、お仕事ってあれね、YouTube ね、お仕事しなきゃお仕事しなきゃと思うのに体調が本当に優れなくて、もう泣きそうだった。それで逆になんかストレス、逆にじゃないな、普通に真っ向にストレスを浴びて、もっと体調が良くならないって悪循環をずっと繰り返した最近。あ、体調悪い、でも仕事したい、でもできん、きつい、でもやりたいみたいなので、もう、あ、仕事できん、きつい、なんとかかんとか、でもなんかもうすぐストレス体調不良、ストレス体調不良で、シルベールセルベールまで来てしまったとうとう。で、卵焼き作ろうと思っとったんで、めちゃくちゃ賞味期限切れとったけん食べれんちゃうけど、最悪。もあと2個やったんですよ。なんか食べきるのってかっけえじゃん。なんか食べきりたかったけどさ、体重計切れてたじゃなくて賞味期限切れてたから無理。それじゃあビタミン炭酸マッチ飲みます。おーい怖い怖い、やめて、マジで怖い。今自分のこと初めて怖いと思う。いや、今まで何回も怖いと思ったことはあったけど、ちょっとこれ以上に怖いと思ったことはないと思うぐらい怖くなった。しかもさ、2回風邪ひいたって言ったやん。1回目の時さ、マジで意味わからんぐらい高熱出て、1日でバーンって下がって終わったよ。でさ、今回の風邪はさ、鼻風邪ないけどさ、なんか副鼻腔炎かなんかわからんけど、ここら辺多分全部今鼻水なんよね、私。プロテーゼ並みに鼻水がここ詰まっとるんやけどさ、それでも、匂いも、嗅覚も、あ、全然匂いするわ。なんか一瞬の隙をついて今匂ったけど、また匂わんくなった。でさ、これ言うとさ、みんな、コロナじゃねえと思うかもしれんけど、全然、普通にマジで鼻水が詰まりすぎて、わからんの、匂いが。でさ、私わざわざご丁寧に特納買ったのにさ、全然味せんくて臭って感じだった、マジで。ちょっと、誰か私と一緒に夜ご飯を食べている体で、行きますね。みんな今日もお疲れ、乾杯しよう。はい。待って待って、飲み物。もう飲み物ない、取ってきてるじゃん。待っとっけ。早くして、早く。次も動画の進行というもの、はい、撮ってきて、早く、もう今諦めたやろ、今無理や、間に合わんと思ってやる、行ってきて、待つけ、マジで撮ってお願い、乾杯したい、君と一緒に、画面の前の君と一緒に、私は乾杯したい、お願い、諦めん、撮ってきて、今、それでもこうやって寝転がってみようと諦めたやつで、いや、諦めれない、行った、諦めんのお願い、マジで、突き指したという私、今、突き指して前、飲み物撮ってきてほしいっちけ、早く撮ってきて、早く、大丈夫、間に合う、撮ってきて、間に合うけ、はい、乾杯。もうちょっとガウン。
か。よし。あ、やばい。かん。あ。ちょっと息できんかった。びっくりした。殺人マッチだ。あのさ、詰まりすぎて逆に鼻かめんと分かる、これあるあるじゃね、マジで。もういい、もう邪魔なんだよ。高すぎて草。みんな想像できんやろ、ここで自分の鎖骨に料理があると考えて、バリ位置高いけん。せーの、いただきます。こんなかわいそうな、なんか食事あるか。まあいいや。な、チキン南蛮と肉じゃがやったらチキン南蛮が食べたいんやね。私肉じゃが大好きやけんさ、チキン南蛮に投票する人とかゼロ人やろうと思ってやったら、なんか全然チキン南蛮の方が人気で、なんか笑ったんだよマジで。これ分かった、モッパン系 YouTuber の人があの苦労する理由が分かる。普通に考えてこんな高い位置で食べようとよ、みんなこうやって、そりゃ大変やわ。いただきます。ちょっと待って、もう一回チンする、これ。マジ掘りたてのジャガイモバレにバッサバサやったんや。大丈夫？怖っ。食べれるよね。なんか激安スーパーで買ったんだけど、あれ。怖い。怖っ。え、なんか皮ついてんじゃねえのってぐらい、もっさもっさん、バッサバッサなんやの、これ。何、うん、お醤油って普通美味しいんじゃないの？何これ、こんな肉じゃが食べたことない、悪い意味で。うん、お肉も結構ちょっと筋を感じる感じるんだけど、まあ食べれないことない、じゃがいもよりは100倍いい。うん、うん、うん、今日一日あのお昼過ぎぐらいにおかゆしか食べてなかったから、今日これ2食目や、今日付変わっちゃって1食目なんだけど、もはやひよこ今日の格言、食大事、食大事、まあ、あんまり味してないんだけどね。で、本当にみんなが私とご飯を一緒に食べている気持ちになれるようなセリフを言います。久々に会う友達と食事の席に着いた瞬間言う言葉、第1位。最近どう？最近どう？最近どう？って聞かれてまともに答えられたこと一回もないんだけど、最近？まあ、まあ、ぼちぼちかな。確か答えられんくない？最近どう？って。ねえ。うん、うん、みんな最近勉強と仕事と部活とか、まあいろいろどうですか。最近は受験生の方もいっぱいいらっしゃると思いますが、どう。僕はプリキュアくんのガチャガチャ、プリキュアくんのガチャガチャをいっぱい引きます。プリキュアくんが大好きなんです。えらい、えらい、よく頑張っている、毎日。なんかもしここであの別に頑張ってないことを私に報告した人でも、みんな偉いんですよ、みんな偉いの。頑張っていろいろ諦めずに生きているだけで偉いから、みんなみんな偉いのよ。えらい、頑張っているんだね、偉いな。ちょっと感心しちゃうよ。上唇がビビーンってドカイのブルーン、
ピューンって伸びていくぐらい本当に感動した。みんなの本好き偉いね。あの DM でいろいろ何相談とか報告とかしてくださるリスナーさんいて、私返信しないことが 9.8 割なんだけど、あの本当 DM あんまりしないんですけど、あの全部ちゃんと見ていて、 DM はちゃんとというか、まあ、当たり前だけど、もしかしたら将来本当にあの見れなくなるかもしれないけど、まあ、今のところは絶対見ようと思っているから、あのみんなからのコメントとか DM 全部見ているんですけど、受験合格しましたとか、バイトできつくてとかいう相談とか見ていて、本当みんな、よく頑張って生きていらっしゃるなと思いますよ。ちょっとがバサバサすぎるから、もう食べたくない。え、こんなとこにご飯粒、すごっ。あ、ご飯粒だってじゃがいもだった。パサパサすぎてくっつれる。それじゃあみんな見てくれてありがとうでした。また今度一緒ご飯食べようや。またね。バイバイ。